どうもおはようございます。速稼塾の久保です。今日のテーマはですね、陰謀論ではなく陰謀だというお話になります。多くの方がね、陰謀論、こういうものを好きで見たり聞いたり、都市伝説っていう言葉を借りて、まあいろんなものをね、頭の中に巡らしたりしますけども、いや、じゃあ全てのものが陰謀論っていうね、ざれ言なのかというとそうではなくて、きちんとした陰謀、いわゆるね、影の計画ですよ。表向きはこういう計画しますよって言っても、実際に本当はこうしたいんだけどなっていうのは影の計画が誰にでもあると思うんですよね。で、それがとてつもない大きい単位で行われているのが、まあ現代なのかなと思います。で、実は今ね、第3次世界大戦の様相を呈してるわけなんですよ。ただし、この大戦は世界を巻き込んでいる戦争なんですけども、国対国が戦ってるわけではないんですよ。連合国数字国が戦ってるわけでもない。要するに団体戦でもないんですよ。言ってみればそうですね。世の中の権力を持ってる支配者層や大資本家大金持ちという一部の人と大多数の世界中の国民。これが対立してると言えるんじゃないかなと思うんですよ。もう一回言いますけども、世界中の権力を持った人対世界中の権力を持たない人との戦いですよね。真実を隠して、ざれ言で世の中を統治しようとしている一部の人と、真実を追求して、メディアにも騙されずに、自分の頭で考えて、それは身分に関係なく、自分の人生を取り戻そうとしている小さな力の集合体、それが人民だと思います。さあ、もう一度今日のテーマですけども、陰謀論ではなく陰謀なんですよ。ね。皆さん、準備はよろしいですか？これから始めますよ。はい。お帰りなさい。お帰り子さん、おはようございます。今日も早くからありがとうございます。そして、清美さん、おはようございます。消えますね。あ、昨日、牡蠣をね、たくさんありがとうございました、清美さん。全部なくなりました。たこ焼きも、一パックを残して、全部いただきました。満腹で、ピチピチお肌で、今日からもね、生きていけます。清美さんのおかげです。もう、家族大喜びでね、もう行くたんびにもらっちゃうんで、もう申し訳ないんで、どうしようかって感じですけども。本当次回からまたね、よろしくお願いします。また土曜日に参りますんでね。はい。それでですね、今日のテーマ、陰謀論ではなく陰謀だということに際しまして、前回、ズーム対談でお話した、霊と潜在意識ってものを、ちょっとこれ、引っ張り出してきてお話しようかと思いますけども、人にはね、目に見えないから信じない。自分が体験してないから信じられないっていう思いがあると思いますし、そう考えてる人もいるでしょう。でもよく考えてもらいたいのは、信じないけど存在するものってあるわけですよ。今日はそういうものを話していきますね。まあ個人的には信じていないんだけども存在するというものですよね。あとね、逆にですね、我々が見えないけども見えてないのに信じてるものもあります。じゃあこれをちょっとお話してみましょうか。見えないんだけども信じてるもの、例えばね、ビタミン、ミネラル、カルシウムって見たことあります？ね、見たことないけど信じるでしょ？サプリメントを取ったり、野菜を食べたり、お魚食べたり、ね、DHA だとか EPA だとか聞きますよね。でもそれ、私たち確かめたんですか？誰かがそう言った、もしくはどっかにそう書いてあった、それを真に受けてるだけですよね。他にもありますよ。遺伝子や DNA。これは私が幼い頃にはなかった概念です。おそらく遺伝子や DNA ってのが、きちんとね、私たちが日常会話として使えるようになったのは、50年ほど前からじゃないですかね。100年前にはこの概念なかったわけなんですよ。当然言葉もありませんでした。もちろんね、一部のものすごい研究家が、その界隈でだけ通用するニッチな言葉として使ってたかもしれませんけども、でも、私たちが日常会話で使えるようになったのは、おそらく50年前じゃないかなと思います。当時ね、ルパン三世っていうアニメで、ルパン対クローン人間っていう映画がリリースされて、初めてクローンという言葉を耳にした人、そしてそこから遺伝子や DNA っていうものがあるっていうふうに知った人もいるんじゃないかなと思います。ただ、遺伝子や DNA って本当にあるんですかね？私たちの体や思考、精神力ってのは遺伝子や DNA によって司られてるんですかね？わかんないですよ。霊の力かもしれませんし、高次元から来る説明のつかないエネルギーかもしれません。もっと言ったらね、エーテルってものが本当にあったのかもしれません。エーテルに関しては、ちょっとね、検索して調べてみてください。次、喜怒哀楽っていう感情。これ見えないけどありますよね。
見えるように表現する人はいますけども、でも喜怒哀楽って心の動きですから、これがないって言われたらね、見えないけどあるわけじゃないですか。で、見た目は笑っていても心がね、寂しい時があるでしょ。これ見えないですよね。気づかないですよね。喜怒哀楽っていう感情は、確かに私たちが毎日体験してるのに、これどうですかね、目に見えないのに信じてますよね。使ってますよね。あとね、電波とか電磁波もあります。よくね、携帯電話をこうやってかけると、電磁波が頭にっていう人いますけども、もちろんその心配がないとは言いませんけどもね、冷静に考えて、別に携帯電話使ってなくても、電磁波は飛びまくってるわけですよ。携帯電話ってのは飛びまくってる電波をキャッチする受信機ですから、だからこんなの使ってなくても、電波は突き刺しまくってるわけですよね。で、それについて何も語らずに、こう使った時が危険だっていうのは、どういう発想から来るのかなっていうのは一つの疑問なんですけども、これもだからね、携帯電話を頭につけると、脳に電磁波が当たって悪くなるよっていうのも、やっぱ信じちゃう。もしくは、そんなことあるかって信じないっていうふうに分かれるわけなんですよ。で、電磁調理器っていうのがありますよね。IH クッキングヒーター。あれがね、妊婦さんに悪いっていう説もあるんですよ。でも、だとしたらね、あの IH クッキングヒーターを作っている研究者の方や工場の方とか、それを成立しているショールームの方、みんな体調悪くなるんですかね。だって24時間360日、人によっては十数年あのクッキングヒーターの前にいるわけですよ。でも家庭のお母さんがいくらね、料理が好きって言っても、1日8時間キッチンの前に電磁調理器のスイッチをオンにして立ってはいないでしょ。せいぜいお料理する30分1時間のことじゃないですか。しかも電磁波ってのはそこまで強くないことが証明されていますけども、でも体に悪いといえばそんな気もしますよね。だからこれはね、何を肯定も否定もできないんですよ。目に見えないけども信じているもの、もしくは目に見えないから信じていない、信じていないけども現存として存在するものの中で私たちは揺れ動いてるわけです。こういうのもありますよ。過去や未来、これ見えませんよね。でも信じてるでしょ。だって A さんっていう方に30歳で出会いました。その方ってのは30歳からの姿しか見えませんけども、じゃあ小中学生の時代ってなかったかっていうと、あるって信じるじゃないですか。だって見てないわけですよ。見ることもできないんですよ。せいぜいアルバムの写真見るぐらいで、本当にその人がね、生まれた瞬間30歳だったっていう風な思考にならないのは完全な思い込みじゃないですか、これ。もちろんこの思い込みが正しいと私も思いますけどね。でも、人には今度未来もありますけども、じゃあ将来は10年後はこうだよね、ああだよねって語ることあると思いますけども、未来って来るかどうかわかんないのに、やっぱり私たちはなんとなくですよ、60代や70代があるっていう風に、信じてますよね。老後の心配しますよね。余命宣告された方は、じゃあ30で余命宣告された方は60歳70歳の想像をどのぐらいするでしょうか。こう考えていくと、本当に見ているものを信じるとかね、見えないから信じないっていうのはなかなか当たらないんじゃないかなって気がします。はい。じゃあ霊魂や守護霊はどうでしょうか。見えないけども、なんで霊魂や守護霊ってものを語ることがあるんでしょうか。あとね、私たちは運が良かった悪かったって言いますよね。これほど非合理的な要素はないですよ。運なんていうのはね、証明のしようもないし、パーセンテージも測れないけども、なんとなく自分の感覚で運が良かった悪かったというわけですよ。じゃあこの運っていうのをほとんど全ての人が使います。科学を追求する人でも運っていう言葉を使います。霊的なものを否定する人でも運っていう言葉を使います。やっぱりね、ゼロ100じゃないんでしょうね。なんとなくそう思ってるけども、でも否定できないところもあるし、なんとなく否定はしてるんだけども肯定せざるを得ないところもあるしっていう形で、人は割り切れない部分をいつも背負いながら生きてるのかなと思うんですよ。霊魂や守護霊を信じない方に、じゃあご先祖様に思いはなかったんですかと、自分の子子孫孫がどういうふうな行く末をたどるかっていうのを考えてないのかなっていうことですけど、考えてはいるんじゃないですかね。自分の子供や孫たちがどうなるのかなっていうの。でその思いってのは、じゃあ10年、100年、1000年経って消えるのかっていうと、多分思いだけは残るんじゃないかなと思うんですよ。ただその思いを携帯電話みたいにキャッチできる私たちの脳があるかどうかっていう話なんですよ。ね、この地上には1000年前に生きた人の思いも実際にあると思います。ただそれをキャッチできる人とキャッチできない人がいるのかなっていうところなんですよね。人には意識や深層心理がありますけども、ただないというふうに言う方もいるんですよ。意識なんてないよと。全ては偶然の産物。
頭の電気データがどう動くかだけなんだよ。もちろんそうかもしれませんが、わからないところ多いですよね。だからこうだと決めるんではなくて、概ねそう思ってるんだけども、完全にそう思えないところもあるなっていうふうな、人っていうのは矛盾をはらんだ存在とも言えるんじゃないかなと思います。一旦コメントの方を読ませてもらいますね。はい、清美さん、世の中って見えることはほんの少しなんじゃないかなと思います。まあ、確かにね、清美さん、見えることほんの少しですよ。例えば私がこう見えてるじゃないですか。ここしか見えてないんですよ。地球はでっかいのに、私今エジプトは見てませんし、なんですかね、マリアナ海溝を見てませんし、富士山を見てませんしね。私が見えるものっていうのは世の中のほんの一部であって、火星や月なんても見えないです。実際に現場に行ったりとか、その映像を送ってもらうしかないのと、あとはやっぱりね、見えないもの。人間は可視光線って言って目に見える光線があるんですよね。あと耳に聞こえる音程っていうのがあるじゃないですか。だから、紫外線っていう領域は見えないし、赤外線っていう領域は見えないんですよね。すべてのこの現実っていうのは波動で私たちの目に伝わって、その目から脳に来ますから、やっぱその間にはいろんなものが映り込んだりするし、やっぱり視力とかね、目のいろんな要素によっては捉えきれないものもあったりするそうなんですよ。よくある話なんですけども、ペリーが浦賀に来航した時に黒船っていうのがあったんですけども、船っていう概念がない人は海を見ても船が見えなかったそうですよね。あれはね、なんとなくわかるなと思います。例えばね、私ね、自分が不妊治療に取り組むようになってから、その不妊治療専門の病院が街中に少しあることに気づいたんですよ。それまでは全くわかんなかったです。つまり不妊治療っていう意識が入った瞬間に、不妊治療っていうキーワードがわかるようになってきた、気づけるようになったっていうことなんでしょうね、きっとね。それから、私はスーパーマーケットに勤務していた時代があったんですけども、やっぱりね、どんな田舎町に行っても、スーパーをやっぱね、目で追っちゃうようなところありますね。あとね、エホバの証人さんが街中を歩いていてもすぐ気づきますね。あの二人組エホバの証人だ、みたいな感じでね。やっぱり、そういうふうに自分が理解を深めると気づけるものっていうのがあるのかなと思いますけどね。はい、じゃあ、清美さん。おかえりちゃん、最近仕事が溜まって焦ってます。あ、清美さんね、お忙しいようですね。その中で昨日、ちょっと、お仕事の方をね、アテンドさせてもらいまして、無理なく、ぜひね、やってあげてください。相川さんどうもおはようございます。今日もよろしくお願いします。清美さんからもご挨拶がありましたね。皆さんお疲れ様です。ということでございます。お、あやさちゃんだ。あやさちゃん、おはようございます。ぎっくり腰いかがですか岡さん、ここなら始めました。2件受注しています。久しぶりに誰かのお仕事手伝うの新鮮です。あやさちゃん、よかったですね。やっぱりね、エリコさんの活動と、その活動報告が、次の方の、なんかね、希望や行動動機になってるんじゃないかなと思うんですよ。素晴らしいことだと思いますよ。ね、エリコさん自身も思ってると思いますけども、エリコさんが歩いている背中を見て、同じようにやってみよう。自分でもできるかもしれないっていうふうに思える方が、こうやって増えていくことと、実際にやってみて喜びを感じる人がね、こうやって増えていくということ。なんか、この閉塞感漂うこの国にね、希望がまた灯ったんじゃないかなと思います。エリコさん、清美さん、焦らなくて大丈夫。はい、そうですよね。じゃあね、陰謀論ではない、それは陰謀だの続きに行ってみようかと思いますけども、例えばリンゴを食べるとしますよね。パクパクっと。うちのヤマト君もリンゴ食べるんですけども、リンゴにどんな栄養素があるのかってことは、人から聞かされたりとかね、テキストに書いてあるんで私たちは理解しますけども、でも、リンゴの栄養素を本当に私たちは理解してるんでしょうか？ね、いちいち理解しないと食べられないものなんでしょうか？そうではないですよね。まあ、リンゴに一定の栄養素があるとしても、ただ私たちは聞いたことを信じてるだけなんですよ。でも世の中にはね、不食人種っていう人もいるんですよ。これはね、どういうものかっていうと、食べないんですよ、物を。年単位で食料品を口にせずに元気に私たちよりも健康に生きている人々が世界に数千人いるそうなんですよ。不食、食べないで検索していただければわかると思いますけども、この方たちはたまに水や蜂蜜をね、口にすることあるんですけども、まあ、とてもじゃないけども3度3度の食事もしませんし、下手したら数ヶ月とか数年に及んで何にも口にしてませんよ。ちょっと今日は気分がいいからお水飲もうかなぐらいのもんなんですよ。すごいですよね。そうなると私たちは本当にね、
食品からエネルギーを吸収していると言えるんですかね。植物のように光合成と水だけで生きている人もいるかもしれません。そこから栄養素を作っていく人とかね。で、水の吸収も口からしかできないと思うんではなくて、よくね、ボクサーが減量中にシャワーを浴びると皮膚が水分を吸収してしまう。そして体重が増えるっていうんで、私たちは皮膚から水蒸気を吸収して水分を補填することもできるんじゃないかなっていうのも一つの考え方なんですよ。そうするとですね、大気中に漂っている様々なバクテリアや栄養素、それから水、水分、こういったものを皮膚から吸収して、まさにね、口から食べずに生きる人がいるっていうのも理解できるかなと私は思っちゃうんですけどもね。私はとても食欲旺盛なんで食べないとやっていけないんですけどね。はい、それから車の運転も行ってみましょうか。車の運転。車の仕組みやエンジンの構造、ガソリンの性質を理解していないと、私たちは運転できないのかなっていうことなんですよ。いや、むしろ車の構造なんて全くわからない人。でも、まあ、運転はできます。つまり、信じていないけども存在する、機能しているという良い例を今お話したわけなんですよね。ちょっと一旦コメント見ましょうか。清美さん、あやさーちゃんは行動が早いね、すごいわ。あやさーちゃんですよ。あやさーちゃん、あらさーちゃん、素晴らしい。気ままにあやさーちゃん、清美さん、移住と子供の進路がかかってますから、がっつり稼ぎたいんです。そうですよね。あやさーちゃん、5時、ごめんなさい。メガネが見つからなくって。はい、ありがとうございます。そうですよね。もう、ちょっと間違えちゃいましたね。清美さん、今年はリンゴもみかんも不作らしいです。だから、高いみたい。中央市場の方が言ってました。おぉ。いちごもなんか高かったような気がするな。食品全体的に値が上がりましたよね。あやさーちゃん、昨日受注した発注者さんが、もしかしてあやさーちゃんですかと聞いてきて、チャンネル登録してくださいました。すごい。やっぱり YouTuber やってるといろんなところに出会いがありますよね。えりこさん、あやさーちゃんなら余裕です。私にもお手伝いできることがあれば喜んで。いいじゃないですか、すごく。ということで、コメント欄はね、この私のトークとは関係なく盛り上がってるわけなんですけども、また話を戻させてもらいます。今回ね、ウイルスとか感染症、そしてそれが伝染する仕組みについてね、ちょっと私なりに振り返ってみたんですけども、まあ、人々感染ってのは当然あると思いますけども、空気感染ってのもね、当然あるわけですよね。あとね、多くの人が気に留めてないかもしれませんけども、マラリアのように昆虫感染っていうことあるんですよ。つまり、人と人が接触してないのに、なんでね、市中感染が起きるのかなって考えたときに、昆虫が媒介してるのかもしれないってことなんですよね。あとは、私たちがいつも可愛がってる犬猫感染。ワンちゃんや猫ちゃんは無症状なんだけども、それが人に移り、人からに犬猫に移り、犬猫がまた媒介して他の人に移すみたいなね。こういった感染もあります。で、昔からこういった犬猫感染っていうのは、最も多い感染例だったわけですよ。だって犬猫ちゃんを定期的にクリニックに連れていく方いないでしょ。で、犬猫がもし感染したとしても、犬猫に対してね、ステイホームとか誰も呼びかけないわけですよ。ワクチンも打たないですね。そうなると犬猫ちゃんっていうのは、人間がいくら頑張っても拡散していく。昆虫もそうですしね。いくらでも拡散していくんで、人間の活動はほとんど無意味ってことになります。あと、あまり人が語ることはありませんけども、思念感染ってものがありますよ。思念感染ってのはどういうことかっていうと、自分が病気になったかもしれないって思ってると、周りの人も病気になる可能性が多いってことなんですよ。自分がやる気になったり元気になったりすると、周りの人もね、やる気になったり元気になったりする可能性が高いってことなんですよね。人間の体は水でできてますよね。60% から 70%。ということは、脳で考えたことってのは波動となって波紋を、体中を駆け巡るわけですよ。そうすると空気もそれによって振動、一定の固有振動数を持って他者の振動に変化を与えるわけなんですよね。そうすると自分が考えた振動数と同じものが周りの人に移っていくってことも考えられるよねってことなんですよ。こうやって同調圧力っていう多くの人の共通概念というのができていくっていうことが言えるんですよね。もちろん潜在意識ってものもこの仕組みで、理解することができます。ここについてはですね、波動理論。つまり人間の体は波動でできてるよと。物質も振動してるよってこととか、あと共感理論っていうのがあります。共感理論っていうのは、例えば私が非常に悲しそうな顔をすると、目の前で私の顔を見てる人も、ちょっと悲しそうな気持ちになるみたいなね。やったーって喜ぶ人を見ると、なんとなく気持ちがね、ワクワクする。周りの人もそんな気持ちになる。
ということがあると思いますけども、共感理論ですよ。世界のどこかで誰かが悲しんだときは、その悲しみが多くの人に伝わりやすくなるわけなんですよね。でも、人の感情ってのは100人いたら100通りありますから、互いに打ち消し合って、遠くには伝わりにくくなっているっていう、こう考え方です。これが共感理論ですね。この共感理論によって多くの人が一定の方向を向くような情報にさらされたときに、本当に世の中がそう動いてしまう。これが陰謀論ではなくて、陰謀だってことなんですよ。つまり情報を制することができれば、その情報ってのは人を制することができ、過去や未来を大きく操作する力になるってことなんですね。はい。そしてですね、注射を打つことが当たり前だっていう風潮が、もし今あるとしたら、打ってしまった人ってのはその行為を肯定したくなるんですよ。これ行動一致の原則です。自分がやったことの非を認めにくいっていう人の心理がありますからね。そうなると、打った人ってのは、人に対しても打った方がいい。自分に対しても打ってよかったんだって思い込みたくなるんですよ。さらにそれが打っていない人への同調圧力になってるわけなんですよね。これ注射打ったからいいとか、注射打たないのが悪いっていうことを言ってるわけじゃないですよ。こういった心の動きがあるってことです。この心の動きが、さらに打ってない人への同調圧力になり、注射打った？もう打った？って聞くだけで十分な強制力を持つんですよ。あ、なんか打ってなかったら悪いんじゃないかなって気がだんだんしてくるんですよね。これね、例えばね、盲腸ってあるじゃないですか、盲腸。盲腸の手術を経験した人が、出会うたんびに盲腸切ったって聞きます？ね、いちいち人に聞かないですよね。だって盲腸を切る人って、疾患がある、もしくはあると予想される人、こういう人が自身で判断して対処してるだけですから。で、その必要がないって判断した人は、少なくとも今すぐはしないし、いずれその時が来るかもしれないけども、その時に対処すればいいやと思ってるわけなんですよね。これに選択の自由があるわけなんですよ。だから今日のまとめになりますけども、客観的な事実を確認した時に、陰謀論だってね、それを嘲笑って思考と言論を封殺する人ってのが多いんですけども、こうやってね、慎重論を述べるたびに陰謀論として片付けられれば、冷静な判断ってのはそこには存在しなくなるんじゃないかなと私は思ってるんですよ。つまり、この陰謀論的な視点こそが陰謀なんじゃないかなと思いますけど、皆さんいかがお感じになったでしょうか。それではコメントを読んで今日は終わっていこうかと思います。あやさちゃん、お母さん、お気になさらず。はい。この間、病院で後ろに座っていた方が発作を起こしたんですよね。つられて私も発作が起きてしまったんですよね。なんで釣られちゃうんでしょうね。違う病名なのに。ああ、こういうこともあるかもしれないですよね。なんかね、あくびが映るっていうのも言いますよね。あくびが映るのは多分、あくびってその空気の濃度によって起きる現象らしいんで、同じ空気の濃度にいると、あくびはみんなしてしやすくなるってことなのかなと思いますけども、あくびが映るっていうのもなんかね、なんか心理的にあるかもしれないですね、でもね。清美さん。共鳴って見えないけど感じてますよね。それにしても久保先生の情報量は人ではないでしょう。実は宇宙人って言ったか、宇宙人でございます、私はあれ。あ、それもう M78 星雲から来ましたからね。うん、まあ宇宙人的ですね。あ、清美さん、久保さんは宇宙人です。宇宙人の宇宙人でございます。まあね、なんかいろいろと、あれですよね。好奇心と言いますか、興味は尽きないですよね。今日私もね、宇宙人や UFO 大好きで、っていうかまあ自分自身も、その宇宙人に会ったことがないとは言えないんですけども、ちょっとそれは幻覚かもしれないんで何とも言えないですけども、ただね、UFO、宇宙船に思えるような、宇宙船と思えるような UFO を見た経験は結構10歳になった時から繰り返し繰り返しあるんですよ。で、直近ではね、3年ほど前に見てるんですよね。だから年に1回見るか見ないかっていうレベルで私宇宙人の乗った円盤を見ることがあるんですよ。まあ宇宙人が乗ってるところを見たことはないんですけどね、実はね。UFO が飛んでいて、その UFO の窓から宇宙人がこう手を振っていたとかならわかりやすいんですけども、UFO を見たときに、あ、宇宙人が乗ってそうだなっていうふうに、信じてるだけなんですけどね。もしかしたら無人の UFO かもしれないですし、その UFO が飛んでるっていう幻覚を見てるのかもしれないんですよ。で、要するに先ほどもお話したんですけども、目に見えるってものを目で見て、目から脳に電波が行って認識するんですよね、脳が。で、目から脳に行くまでにいろんなものが心理的に映り込んじゃったりとか、
幻覚を見せたりする。要するに自己幻覚です。自分の体内で幻覚を見ちゃったりするのと、あと目から対象物の間にいろんな幻覚が入り込んだり、それこそね、異次元のものがポンと一瞬だけ出てきて、それが残像となって残ったりとか、もしかしたら100年前とか1000年前の、そういった残留思念がここにね、瞬間的に現れるかもしれませんし、どうなんでしょうね。大体時間っていうのはどっから来るんでしょうね。もしかしたら時間っていうのは、1秒ずつ亡くなって新しく生まれてっていうふうに更新型ではなくって、同じ時間軸に異なる時間が存在してるのかもしれないですよね。だから時間っていうのはね、こういう風になってるんじゃなくて、ここに全部あるみたいな。で、その任意の時間を私たちは、たまたま連続的に見てるだけなのかもしれませんね。キヨミさん、宇宙戦艦ヤマトの制作会社の人もよ、たくさんの顔を持つ先生だわ。そうですね。宇宙戦艦ヤマト。今ね、2205の後編が2月から始まるんですけども、なんか試写会が始まってるらしいんですよ。舞台挨拶ともに。で、そこに行った人が、ついに次回作も発表されたということでね。3199というね。もうなんかすごいな、宇宙戦艦ヤマトのリメイク版。楽しみだな。突破力のある人はみんな宇宙から地球に来たいのよと、あやさちゃんね。宇宙からね、やってきたのかもしれないです。ちなみにね、最近メルカリでね、昨日ですけど届きました。これ、銀河英雄伝説の音楽集。音楽集。これアニメの CD 集めるの好きなんですよね。これはね、第2期のサントラ版ですね。まあ、クラシックが編集して入ってるって話なんですよ、これね。これもちょっと聞かないとなと思います。あとはね、ちょっと古い映画なんですけども、フィアデルフィアエクスペリメントっていう映画があります。これもね、オカルトや SF が好きな人の中では、いわゆる都市伝説ファンの中ではね、有名な作品なんですよ。これはエルドリッジ号っていう、護衛艦の話なんですけども、その護衛艦、駆逐艦がね、なんか新しい技術でもって、全く見えなくする兵器を考えたらしいんですよ。要するに、戦艦がいるんだけども、その戦艦を特殊な電磁波で囲うことによって、敵から見えなくするっていうね。まあそういうふうな技術を実験してるときに、実際にこういう実験、フィアデルフィアであったんですけども、その実験中になんとね、本当に艦船が消えてしまったと。で、消えたばかりか、それがね、40年後の同じこの地球に、いわゆるね、次元移動してしまったってことなんですよ。で、そこで何人かの乗組員が降りてしまって、で、回収できずに、また40年前の、当時の、こう、1940年代に戻ってきたっていうね、そういう不思議な体験だったんですけども、まあ、これはね、アメリカの公文書にも残ってないんですけども、証言者が多いんですよ。で、ここには、新兵器開発の何らかの副作用があったんじゃないかなってことで、映画になっているというね。で、これはね、続編も作られてね、なかなかね、私としては、ツボの作品なんですけども、ただ、残念ながら B 級映画に留まってるんですよ。これ、俳優さんはね、有名な人が出てるんですよ。ジョン・ハーディクっていうね。誰？マイケル・パレです。ナンシー・アレンとかね、女優さん。マイケル・パレって有名でしょ？有名じゃないかな。私だけかもしれないですけど、有名だと思うんですけどね。まあ、そういった作品ですね。これ、やっと見始めました、宇宙世界のと。まだまだね、見ないといけないですね。もうね、見るのが追っつかないですね、はっきり言ってね。動画ばっかり撮ってて、ね。はい、エリコさん。目の前にあるのに見えてない時あります。ありますよね。目の前にあるのに見えてない時。で、人ってのはね、やっぱ笑っていても心が寂しい時があったりしますよね。だから自分の気持ちと表現が裏腹っていう時もあるんで、何も見えてるものだけが全てではないんだろうなと思いますし、見えてないけど存在するものもあると思いますしね。で、見えてるはずなのに、意識できないものとかね、様々あるんですね、これがね。はい、キヨミさん、体が一つのはずなのに、どんな時間配分をされているのか不思議。一日のスケジュールを動画にしたら見たいです。はい。これはね、何度かしたことがあるんですよ。私がね、10年前、麻雀店の経営してるときは、9時に、まず、本通りに出て、チラシ配りをして、で、10時半から、お店に入ってね、立ち上げ屋の準備をして、11時ぐらいからお客様をお迎えして、それから、あと、24時まで、麻雀店勤務が続き、25時に閉店業務が終わって、そっから、ブログの作成とか、
YouTube の作成を3時間ほどやってっていう形でね、だいたい28時となると4時じゃないですか。で、そっから睡眠に入るという形で、当時はね、3時間とか4時間の睡眠の枠でやってたんですけども、まあ、なんていうのかな。自分の楽しいと思えることをやってる時っていうのは、なんか睡眠時間がね、短くても気にならないんですよね。でもサラリーマン時代とか特にそうなんですけども、起きた瞬間に、ああ、今日が休みだったらいいのになーって思うことは結構ありました。だから、望まない一日を始めるときって、そういうふうな気持ちになるんですよね、きっとね。で、大好きなことをするときって、いくら早起きでも気にならなかったりね、するんですよね。遅くまで活動してても。はい。で、今ね、この令和4年の1月を迎えるにあたって、私のスケジュールは大体ね、夜中の1時から2時に起床時間が来ます。1時から2時に起床して、そっから朝の7時ぐらいまでこういった活動をしてですね、動画を撮ったりとか、あと映画を見たりとかね、独身時代を過ごします。で、朝、大和くんが起きてくると、お風呂に入ったりね、一緒にご飯食べたりとかっていう活動が始まって、で、大和くんと一緒に寝る時間がね、大体ね、夕食を食べるのが5時で、お風呂に入るのが6時で、7時にはもうね、布団に入るんですよ。で、8時から9時にはもう、バタンキューと2人で寝てますんで、睡眠時間はそっからですね。だそう考えると4、5時間が睡眠時間かな。ですんで、よくね、ズームライブあるじゃないですか。あの日ってのは本来寝てる時間にズームライブ、私のスケジュールでやってるんで、あの時の次の日ってのはね、まあ割と、こう眠いかなっていうところがありますね。またスケジュールについては、スライドショーで皆さんにね、紹介したいと思いますんで、お楽しみに。楽しみじゃないかな。でも、清美さんがね、見たいですってことなんで、一人の見たいは100人の見たいだというふうなね、ポジティブな解釈で、私の一日のスケジュール、またね、令和4年版を紹介したいと思います。お、環境さんおはようございます。よろしくお願いします。あやさちゃん、久保さんはバランスボールの上で仕事して、バランスボールの上で寝てるのさ。最近はね、バランスボールじゃないんですよ。バランスボールね、結構破れちゃったんですよ。で、一応ね、体幹は整ったと思うので、あとは椅子の上で体幹をすることにしていて、バランスボールをね、つけた時に椅子がなくなったんで、これ、食卓の椅子を持ってきて座ってるんですよね。だから結構この椅子はね、硬いんですよ。硬くて座りにくいんですけども、その分だけ姿勢が整えられるかなというところでございます。で、また、いずれバランスボールでね、やってみようかと思いますけど、バランスボールの上でね、寝てたらね、もうサーカスですね。はい。じゃあちょっとね、今日の私のお財布の中身を見てみようかと思います。突然ですけども。このお財布。確かにこのお財布ね、値段忘れましたけども、多分5、6000円だったと思うんですよ。このアルマーニのね、お財布。で、カード類が入ってます。ちょびっとだけ。クレジットカード1枚と、あとは免許証と、スーパーの、ハローズのカードですね。はい。あとは現金がね、小銭入れがないタイプなんですけども、現金が、1万8000円入ってますね。1万8000円ね。ただ現金ほとんど使うことがありません。現金しか通用しないお店があるんで、そういう時にこれ出すんですけど、通常は、まあ、クレジットカードも最近使わなくなりましたね。最近はね、やっぱりペイペイ払いが9割ですね。そんな感じになってますね。財布の中身でございます。だからそんなにね、だから現金は入れてないんですけども、一応使うお金はペイペイで払えるところに関しましてはもう本当に無制限と言いますかね。無制限って言ってもそんなにバリバリ使わないんですけどね。うん、最近の大きな買い物ってのは昨日タコ丸さんでタコ焼きをね、8パック買ったみたいな。でも、いろいろもらっちゃってありがとうございます。もう買ったと言えるのかどうか。なんか、タコ丸さんにね、損害を与えに行ってるような状態になるんじゃないかなと思って心配しております。はい。あやさちゃん。私は1日最低でも12時間寝て、海の音を聞いて、お散歩して過ごすために頑張ります。そうですよね。やっぱりね、あったかい布団でゆっくり寝るってこんな幸せなことはないですよ。だから私も睡眠時間をもうちょっと長く取るときには、高い布団でいい布団を買おうかと思います。今はそんなに長く寝ませんので、日清で買った布団でね、やってますけどもね。なんか、ふかふかのベッドとか、ちょっと仕入れてみたいですね。私ね、ホテルのベッドってあるじゃないですか。特にラブホテルのベッド。ラブホテルぐらいの、なんかでかくて心地いいベッドをなんとかね、自分の家に入れられないかなと思うんですけども、業務用になるからちょっと難しいかな。それからお風呂。お風呂もラブホテルのでっかいお風呂でね、なんか、
2人でも3人でも入れるような、でっかい浴槽とか欲しいですよね。まあ、それは憧れなんですけども、まあ、この中古の家には、とてもじゃないけど入りませんので、なんか、お風呂と寝床専用のね、別荘をね、そのうち、計画してみようかなと思いますね。まあ、急がないんですけど、それは。なんとなく、妄想してる間が楽しいんで。だから古びた、なんかこう、一軒家かなんかね、もし買うことができたら、そこに、全部壊して一から作る感じで、寝室と、お風呂、バスルーム。こので、だらっぴろいやつ。まあ、まさにラブホテルの一室を、ラブホテルのスイートルームを再現した一軒家っていうのをね、自分のために作ってみたいなと、なんか思いますね。うん、で快適に過ごすみたいな、そこでね。まあ、ルームサービスはウーバーイーツという。まあ、ウーバーイーツうちの街にはないですけども、カツヤの出前ぐらいありますんで。はい、キヨメさん。あやさちゃんはぎっくり腰で、私は、腰痛、椅子の、生活時間がないのもダメなのかも。ああ。なんか椅子の中でもなんかビーズが入っててふかふかなやつありますよね。あれってどうなんですかね。うん。まあでもね、あんまり椅子に座りすぎると、足に血が溜まるとかなんとか、なんていう、なんとか症候群。エコノミー症候群になるっていうことも聞きますんで、たまに立ち上がってね、あれですよ。筋トレをすることにしてますけどね。スクワット5回でも10回でも。それからね、ウォーキングをしてますね。私はね。音楽を、大好きな音楽を聴きながら、30分ほど、山道を歩くんですけども、最近はね、大人の教養チャンネルっていう、ドンテルミー新井さんの YouTube を聴きながらやってます。私はそこのね、メンバーシップ入ってるんで、ちょっと新井さんとはね、ちょっと仲良しになってるわけなんですけどもね。なんかメンバーシップっていいですね。なんか自分は、ちょっとメンバーシップっていう特別感をいただいてるんだぞって形で、メッセージも結構早く答えてくれたり、ドンテレミア新井さんってもう、ファンがね、何万人もいる有名 YouTuber さんですから、なんかね、そういう方と、なんか、五分で話せるのはいいなと、面白いなと思いますよね。あ、でも、あの人も10万人超えたんだっけな。なんか、人の YouTube チャンネルのことよく知らないですけど。はい、清美さん、私たちは楽しみです。なんせ、勝手にたこ焼きばばやりきってます。うちのバスタブは、主人と二人で足を伸ばして入れますが、水道代がすごいです。あ、確かにね。私もね、朝晩と最低2回はお風呂入るんですよ。で、それはね、私が20歳の頃から、大学生の頃から続けてる習慣で、どこに行ってもお風呂に2回入るんですよ。唯一入れなかったのは、島根県警のね、牢屋に入ってた時は、1週間に2回しかお風呂の時間がなかったんで、もう苦痛でしたね。頭痒くなっちゃうしね。まあ、無罪方面でよかったよかったです。もう、本当に商売やってると、単なるクレームじゃなくって、事実誤認の、逮捕ってものまで来ちゃいますんでね、うん。商売をやってる以上しょうがないのかなと。表現をするものってのは、うん、責任とリスクにいつも見舞われてるなって感じですよね。うん。今日もちょっとサプリメント飲もう。ね。ギガマックス。これによって、ね。これ結構いいですよ。すいません皆さん。ちょっと聞いてもらえますか？恥ずかしいんですけど。このギガマックスを1日に朝2粒、夕方2粒、合計4粒取ることを勧められてたんで、取るようにしたんですけども、40代、50代の男性にはおすすめです。自信がつきます。自信がつきます。そんな高くないですしね。はい。今日、私は今日 YouTube で見ていたあやさちゃんとお話しできて、感激。皆さんもね、お気に入りの YouTuber さんがいらっしゃったらね、また紹介してください。見に行きたいと思います。私ね、特にね、再生数とかチャンネル登録者数が少ないね、ニッチなチャンネルっていうのをよく探しに行くんですけども、これ探すのすごく難しいんですよ。そもそも YouTube がそういうのを紹介してくれないんで、本当に探すの難しくて、これもう完全口コミなんですよね。何々さんっていう人が YouTube チャンネル作ったんで見に行ってあげてくださいみたいな感じで行くと、チャンネル登録3人とか再生数2とかっていうのがあるんですけども、そういうのがね、好きなんですよ。で、そういうのを取り上げて、なんかね、一緒に楽しんでいきたいなと思いがありますので、まさに今日いらっしゃってる皆さん、まだね、特にですけども、チャンネル登録1000人いってない方とか、500人いってない方とか、100人いってない方はね、どんどんそう、一緒にコラボさせてもらって、少数派の魅力をどんどんね、伝えていきたいなと思いますよね。あやさちゃん、お母さんこちらこそ感激と。はい。きよみさん、あやさちゃんのショート料理がお腹減るわ。そういうのもあるんですね。ショート料理ね。なんかあったような気がするな。まあ、あやさちゃんのチャンネルも人気なんでね。皆さん気が合うと思います。
あ、特にいつの間にか私のコメント欄女性で埋め尽くされちゃったような気がしますけど、関係おじさんですか。あと、なんか日高さん来なくなっちゃいました、今年入って。日高さん、モテてますか。じゃあ日高さんの話題はね、またいずれできると思いますけども、今日はこのぐらいで終わっていこうかと思います。じゃあどうもありがとうございました。あとロスタイムに入ります。料理動画でみんなの食欲を増進してやる、うん、あのなんか食材があんまり売れてないみたいなんで、ぜひね食べることをもっともっとおすすめしてあげてほしいと思うんですよ。なんか農家さんとか、まあ、漁業関連の方とか、やっぱね流通が飲食店の時短とかで止まっちゃうと生産減らすじゃないですか。減らした生産ってなかなか戻んないんですよね。でそういうことによって我が国の食料自給率は落ちていって、食料自給率が落ちるだけならいいんですけども、生産力そのものが落ちちゃうともう戻んなくなりますからね。畑をやめた人がもう一回畑を切り開くかって言ったらもうやらないですし、やっぱり第一次産業に関わってる方ってご高齢の方が多いんで、まあこれを機会に引退しようかっていう流れになっちゃうんですよね。だからこれからは、安い飲食店は、粗悪な輸入品を使うようになって、そして高級店は、もう値段が高くてしょうがないけども、それはうなぎ丼一杯が10万とかするかもしれないけども、国内の産業で維持されるみたいな二極化が起きるんじゃないかなと思うんですよね。なんか、いいのかなって気がしますよね。自国内で、自国民が食べれるぐらいは生産して、その上で、リスクエッジのために、食料自給率を下げていくっていうんだったらいいんですけどね。食料自給率ってのは今、39% ほどらしいですけども、その数字だけ見るとね、ちょっと危機を煽る人がいますけども、逆に輸入もちゃんとして、食料危機が起きた時にでも、ちゃんと取引先があるって状態にしとかないと、じゃあ、国内自給率を 90% ぐらいにしといたらね、完全に国内依存度が高いわけですよ。ちょっとした、不作とか、それから、なんですかね、災害とかで一気に農作物にダメージがあった時に、急に食料難になりますからね。普段から仕入れられるようにしておくと、ことと、普段から、食品を他国に売っておくっていうことを考えたら、食料自給率はいい形で下がると思うんですよ。例えば 60% とか 50% とかね。だから、食料自給率 50% って言っても、100生産できるんだけど、50は輸出用に取っておくとか、じゃあ削られた50は輸入しておいて、交易を盛んにしておくとかっていう形で、健全にしておいてもいいのかなと思うんですけどね。そもそも取引が普段なかったら、危機の時にだけくれるってことはなかなかないと思うんですよね。はい、日高さんは砕けたのか。あやさちゃん、骨は拾うぞ日高さん。ね。どうなってるんでしょうね。清美さん、相川さんが、おすすめしてくれる動画を見て、知らない情報を見ています。感謝しています。おお、なるほど。あいさちゃん、これから一次産業が注目される時代になりますね。はい、そうなんですよ。私の時代ではね、高校進学について工業化ってのは、あんまり、喜ばれてなかったんですよ。それそこそね、工業化に行ったらね、ハイスクール落書きみたいな世界が待ってるんじゃないかなっていうふうにね、思われていたりとか、あとは農業化とかね、うん、あんまり進められてなかった。普通科とか商業科がもてはやされていたんですけども、今時代が変わって、バイオテクノロジーってことを考えたときにね、やっぱり工業化の、独自性ってのはものすごく強くなるし、農業化ですか。こういったものも脚光を浴びる時代に入ってきたのかな。バイオテクノロジーを元にしてね。やっぱテクノロジーの時代なのかなと思いますね。どちらかというと、普通科みたいな、替えの効く量産型っていうのはいらなくなってきたのではないかなと思うんですよ。ですんで、残念ながら、普通科を目指した私の世代とかはね、40代、50代の世代が今一番溢れてるんじゃないかなと思うんですよ。要するに、独特であること、ユニークであることが求められている時代、個人の時代に、集団でしか力を発揮できない人っていうのが、今ね、余っちゃってるってことなんだろうなと思うんですよ。だから転職が難しいっていうのは、その通りで、転職を目指す時代じゃないんでしょうね、きっと。自分にしかできないこと、もしくは、代わりのできない何かをする人っていうのが、お互いに求められているのかなと思いますんで、その、他の人では代わりができないっていう内容がね、なんかその漫画に詳しいとかでもいいわけですよ。ね、エンターテインメントを支えたりとかね、それでも全然いいわけですよね。子供と遊ぶのが得意とかね、なんかリフティングが100回以上できるとかね。わかりませんけど、100回ぐらいじゃダメかもしれないけど、私は3回ぐらいしかできませんけどね。なんか一芸に秀でたものとか、なんか自分に肩書きを持つことですよね、なんかね。
なんでしょうね、B 級グルメ評論家とかでもいいと思いますよ。それこそ、コンビニアイス評論家とかってもいるわけでしょ。なんか、自分にしかできない独自で打ち出すことによって、多数派にまみれない、そういった国民が集まる国、日本になれば、いいんじゃないかなと思いますけどね。エリコさん、清美さんのショート動画好き。あやさちゃん、清美さんの朝動画好き。いいですね。はい。清美さん、世の中、おみちゃんが流行ってるけど、午前中には、広島県から来られる子供さんのサポートをします。冷笑で学校に行きづらいらしいです。なるほど。そうですね。私は精神を携えて生きてますから、まあ、霊という言葉がね、もしかしたら一部の方には不適切と感じられるかもしれませんけども、まあ、精神の力、霊の力っていうのは、まあ、これからも意識していけばいいんじゃないかなと思います。もちろんね、霊ってものとか切り離して、語りたいって方は、それも尊重しなければなりませんけども、なんかやっぱりね、霊があると思ってる方で、交流を図ることと、あとね、なんだろうな、なんか、その、ビタミン、ミネラル、カルシウムを信じる方もね、それでまとまればいいと思いますしね。なんか、考えはそれぞれですからね。まあ、けど、ほんとすごいですよね。なんか、その、精神を扱うジャンルっていうのはね、まさに目に見えない、でも感じることのできる領域ですから、非常に難しいと思いますけど。清美さん、すぐ太る評論家なんできるわ。あ、これもね、だからね、なんで太ってしまったのか、っていうことで情報発信してる方がいるんですよ。で、自分は痩せるつもりはもうなくなっちゃったけども、なんで太ってきたかを思い出してみて、これとこれがこうだったんじゃないかな、20代はこうしときゃよかったんじゃないかな、30代はこうしときゃよかったんじゃないかなっていうのをずっと出してる人っているんですよ。で、そうするとそれをもとに、じゃあやってみようかなっていうふうに思う人と、あ、今の自分の習慣では体重が増えてしまうなとかね、不健康になってしまうなって方が、自分の行動を変えていくきっかけになるみたいなね。だから私たちは、ダイエットに成功して、筋肉隆々でね、もう見事な体を持った人から学ぼうとしてるわけではないってことなんですよ。みんながみんな。この前もお話しましたけども、68歳の方がね、ものすごく苦しい人生を送っている自分の姿があって、自分のこんな人生誰の参考にもなりませんよって言ったときに、大丈夫ですよと。もうね、ものすごく批判的になっちゃうけども、反面教師的になっちゃうけども、自分みたいになるなよっていうふうなシリーズで、60代までにやっておくことを100選っていうのをやってみてくださいっていうふうにお話ししたんですよ。そういうのも一つの突破口かなと思いますよね。あやさちゃん、すぐ眠る評論家なら任せてください。評論しながら寝ます。それも面白いです。皆さん、面白いですね。私もすぐ太る評価できそう。いや、皆さんね、ほんと、ユニークな。アイデアがいっぱい出ますね。ありがとうございます。まあ今日1時間ほどになりますね。50分ですか。学校の授業もだいたい50分で10分休憩ということですから、ここからは皆さんのね、今度それぞれの放送にお任せしたいと思います。最近ね、松潤さんの放送見ることがなくなっちゃったんですよ。以前はね、私が放送自分が終わったら松潤さんの放送が始まるんで、これで見させてもらってたんですけどね。はい。じゃあコメント書き途中の方がいらっしゃいましたら、あとね、数十秒お待ちしますんで、書き上げちゃってください。今日はヤマト君とどこ行こうかな。靴買ってようかな。あ、ちなみにね、トランプ大統領がツイッター復活したらしいですね。なりすましじゃないかなこれ。違うかな。まあわかりませんけど。若林さんってなんだろう。トレンド上がってるけど。タワーマン修繕費の高騰で、ローン破綻者も、2022年の大規模修繕ラッシュで何が、タワーマンションも怖いですね。あやさちゃん、寝配信のプロです。お任せください。清美さん、真面目に動画にしてみよう。太ることのプロ。まあ、どんな人生も、誰かにとってはものすごく有益な価値を生みますし、100人中100人を納得させられるものが、ね、この世にあるわけではないんでね。自由にまずは発信してみてください。そのうちに、視聴者さんが何をやるべきかってことを教えてくれますからね。じゃあ本日は以上です。ありがとうございました。